ご紹介いただきました塩川です。本日は、放射性セシウムはどこから水源に流出したのか、福島のため池の蓄積、調査からという具体報告を、いたします。私はこれまで2回、この研究報告会で、報告をしています。まあ、第1回目は医療中の放射性セシウムの挙動ということでありまして、第2回は水田の流出とデルバラ遺伝の放射性セシウムの2つのということを話しました。第1回目の時にしましたのは、放射性セシウムの環境中での挙動を考える上で著しい特徴は土壌に強く固定されまして、雨の水とともに非常に動きにくいということです。まあ、これは土壌の研究者ではよく知られていたことで、セシウムの大きな特徴であります。例えばセシウム以外の放射性各種でストロンチウムがありますけれども、大気圏核実験とかチェルノブイリ事故ではストロンチウムが出てきていますけど、ストロンチウムはセシウムと比べればはるかに土に固定されにくくて水とも動きやすいですけども、今回福島原発の事故では基本的にセシウムでということで、この、特徴基本的にはあります。ただ私どもは独自開発したシステムで土壌地のモニタリングを福島の原発で現場で行って、ただしこの強い工程は時間がかかるプロセスで、フォールアウトから 2,3 ヶ月の間は、水の分子の移動速度の10分の1程度で動いている、まあ、これは移動障害に早かったと思うんですけども、まあ、その後はこの速度が水の100分の1から200分の1に低下して遅くなったという時間のかかるプロセスであったということであります。まあ、このことは本日に関しておりません。でこの第1回目の時に、お話したスライドがこの後3枚ほどありますけれども、で山からセシウムが流出するのかという、ことであります。これは当初から山から出てくる水と一緒にセシウムが流出して水田に入ったりする、それは問題ではないということが言われていたわけです。で、2011年の秋に、南相馬市のアクアダムというのがここに流れ込む、この潮流は高濃度汚染地域ですけども、そこで、流れ込む水と出てくる水の水のセシウム濃度です。で、およそ、1リッターあたり1ベクレル前後でありました。この濃度は、十分低いもので、山からの水としての水はほとんどないということを申し上げました。で今1リッターあたり1ベクレルの水が流出するとしますと、単位面積からどれくらい流出するかということはですね、簡単に計算するということです。バーキーの気象条件では、雨は1年間におよそ1600ミリ程度降ります。そのうち600ミリ程度が蒸発散しますから、雨のうち残りの1000ミリ程度が流出します。で、1000ミリ流出するのは1メーターですから、1平方メーターあたりで見ると1000リッターになります。で1000リッターに対して 1リッターで1ベクレルを取ったとすると、1年間に1平方メーターあたり1000ベクレル流出するということです。で、この高濃度汚染地域というのはどれぐらい存在してセシウムが降って存在しているかというと、1平方メーターあたり100万ベクレルを超えるような地域です。ですから、1ベクレルで流出するとかですると、まあ、多く見積もっても、山に存在している量の1000分の1以下であるという計算になるあります。ですからこれは、まあセシウムの半減期が、セシウム137で30年ですから、自然の崩壊と比べれば極めて小さい量だということを申し上げました。まあ、ただ、1ベクレルというのは平常時に測定した値で、大きな水が出るような時はもっと高いのではないかというような指摘は受けていたことであります。まあ、このように山から流出するのが少ないというのは、まあ、土壌に強く固定されるということですけれども、まあ、それ以前に、山の木にまず固定されて、それがだんだん分解されて土に移行して、土に固定されるというそのためでありました。で、ということで、
水圏に流出しにくいというふうに考えたんですけども、ところがその後ですね、昨年代、セシウムが阿武隈川とか阿賀野川の一部に、川の底にのボロに出してきて、一部の玉池の水圏にですね、濃度の高い渓流が存在して、ホットスポットを形成しているということが知られて、これが問題になりました。問題になった。で、これは私が山から流出してきたということは考えられないので、このセシウムは、森林からは流出したものではなくて、土壌で表されていない市街地ですね、アスファルト、それから建物や屋根と土で覆われていないところから河川や池に流出したというふうに考えているわけです。で、しかしそれをどのようにですね、示したらいいかというふうに考えまして、それでため池の蓄積量を調査するということにした次第です。で、ため池では、昨年、3月にそこに降ったセシウム、池の面積の面積に降ったセシウムとともに、それ以降ですね、上流から流出したセシウムが、入って、それはプランクトン等にくっついてですね、池の底に丁寧に蓄積しているというふうに考えられる。で、それで、上流部が、森林であるため池と、それから上流が市街地であるため池に蓄積しているセシウムの量を比較する、そういう調査を研究を行うということにした次第です。で、丁寧にもです、全体にどれだけセシウムが存在しているかということを調査して、面積あたりのですね、セシウムの平均的なセシウムの量と、それと、ため池水面に、フォールアウトしたときに、降下したセシウムの量、これをエフフォールとして、丁寧に存在しているのはエフセップ、セリメントというふうに名前を付けておきますけど、このエフセルとエフコールを求めて、この比を求めてですね、上流域が森林である場合と市街地の場合を比較するということにしました。で、森林の場合は、流入がもし上流から入ってないとすれば、エフセルの値はエフコールと同程度であろうと、そうすると、この比は1に近いのではないかというふうに考え、予想しました。それから市街地で上流から流入してきた分があるとすれば、その分だけエフセットは多く蓄積しているであろう、フォールトの比を取ると1より大きくなるはずだというふうに考えた次第です。ところでですね、ため池の低低の濃度っていうのは農水省の調査が行われていまして、その場合低低を取ってきて、その、泥の単位質量あたり、キログラムあたりベクレルで行われているということなんですけども、私が必要なって考えるべきデータは、1平方メーターあたり何ベクレルかということが重要だというふうに思っていまして、このためには、1つの池全体にどれだけの何ベクレルあるかという量を測定することが必要なんですけども、そういう測定は今まで全く行われていない。で、選んだ池はですね、上流が森林であるため池2つです。本宮市の大池という池で、それからですね、南相馬市の矢国池、これいずれも上流が森林で市街地がない、池です。で、それからもう一つね、上流が市街地のため池で、本宮市の H 池という。と言いますけれども、小さなため池なんですけれども、その上流に、工場敷地、2つの工場がありまして、70% 以上がですね、工場敷地のアスファルト、それから建物の屋根で覆われていて、そこから流出する水がコンクリート製 U 字工を取って直接この H 池に入るというような特別な池で、
農水省の調査でここの停電の濃度が極めて高いということで知られていた。でそれでここを、市街地ため池の一つとして選んだ。実はこの池、市街地ため池と接して流域を接しているのが、この大池でありまして、すぐ近くにあるんだけど、こちらは、この工業地域の、英知池の池、この大池の方は、ない、こういう池で、比較するのに適切な池になっております。定例の面積あたりの接種量のセットをどうやって求めるかということなんですけども、面積を一定でサンプリングするというのは地上ではできますけれども、水の中で行うということは極めて困難です。それから池の中ではですね、そこに沈むまでの間水平に移動していくのでばらつきが大きい。で池全体の値を求めるために縦の測定が必要ということとです、ね、サンプリングするというのは方法で実質上不可能なんです。それで、私はシンチュレーションサーベイメーターを使ってですね、現場で、比較的簡単に高精度で、これを求める方法を開発しました。シンチュレーションサーベイメーターをですね、池の中にそこに沈めて、測定するというわけです。池の中で測定できるために、防水カバーをつけて、これはケーブルに自転車チューブを接着してかぶせるようにしたものですけども、それでですね、池に垂直に立つように、発泡スチロールのアタッチメントをつけております。で水はですね、放射線、この場合ガンマ線です。ガンマ線も遮蔽しか、どんな物質でも遮蔽はするんですけども、密度に比例して遮蔽します。で水はですね、8センチから半分になる。まあ、空気は、密度は1000分の1なんで、空気より1000倍遮蔽いたします。で、ここに放射線を設けることで、池の底から、シンチュレーションの検出部に行く、ここに水があると遮蔽されちゃうので、それを排除するのが一つの目的になっております。で、他のところは水で覆われているので、雑音が入らないので、感度がいい測定が、あります。でですね、池に格子状に測定を、測定を設けて、5メーターおき、またはですね、広い場合は10メーターおきで、測定をいたしました。測量をしてですね、岸に杭を打って、ロープを渡してですね、その印をつけて、測定していくわけですけども、ボートの上からサーベイメーターを下ろしますので、風があるとボートが動いてしまうので、このロープでボートを固定しながら、測定するというやり方を取りました。で、もう一つですね、池に降ったボールアウトした量で、これは地上部に残っていますので、停滞の土壌を測定すればいいんですけれども、水の中との比を求めますので、ため池の中で測定した方法とですね、同じ測定器で同じ方法で、同じ条件で測定するということにしました。でそのためにですね、地上部に周りを水の中と同じ条件にするためにですね、ビニールプールを使って、直径が80センチ、高さ30センチぐらいのビニールプールに水を満たして、その中で地上部の放射能です、ね、同じ速度で測定するというやり方を取りました。これで、フォルト F 精度との比を求めることができるというわけですけれども、ベクレルパーキログラムに平方メーターに直すために別途、この地上部の何ベクレルあるかということを測定しました。この方法は、サーベイメーターに何ポリメーターをつけるという別途我々開発していますので、それをキャリベーションしたものがありますので、そうやって、ベクレルパー平方メーターに変換をした次第です。で、これが測定点の分布ですけど、だいたい池の大きさはですね、長い方向が100メーター程度までの池の大きさを選んでいます。
ロープを対岸まで渡しますので、ロープを出すと大体100メーターという120メーターというのが限界になりますので、そういう勢いになります。しかし下の池は、喉の高いところがあります。下の中心部分にで、この、各点のデータをですね、横軸を測定点の水深とそれから等の関係で、プロットしたものがこのグラフです。かと言いますと、場所によるばらつきが大きいというのが分かると思います。この H 池の場合はですね、水深が高いほど、喉が高いところほど、平方メートルあたりの喉の高い傾向が見られます。ただしばらつきは、これは、深いところのほど沈降してくるプランクトンの量が多いということであろうというふうに、思います。で、これをですね、各点の面積の重みをかけて、加え合わせて平均値を取る。でその結果が、こちらであります。で、これが、定例に存在する写真のデフセット、2番目がですね、フォールアウトした写真の3番目が、これをこれで割った比例であります。そうしますと、この視界下の人間の A 地域は、フォールアウトの量に比べて、存在量が、著しく、4.8 倍、5倍という大きさになっているわけで、そこに降った量が、4倍程度が、少なくとも4倍程度は上流から流入したということが、しかし一方、上流が森林のため池の場合には、そこに溜まっているセシウムの方が降ったセシウムより小さいですね。ですからこの比が1より小さい、以外でしたけれども、降った量より 15% 程度小さいということは、流入よりも流出が多かったということで、 15% は流出した。で、これいつ流出したかというと、おそらく沈降するまでに2、3ヶ月かかってますから、その間に流出した水と一緒に流出したということであったろうと思います。それから調査時に、調査したのはこの冬ですけれども、水の濃度をケンタルタイプラス溶存体と溶存体に分けて言ってますけれども、この水中の濃度というのは大体、天然に含まれる濃度と比例関係にあっていいと思います。以上、この結果からですね、森林が浸水域になっているようなため池の底面に蓄積しているセシウムの量は、そこに降った量、つまり地上の量より少ないと言ってまして、これは、森林から流出した量は、極めて少ないということを表しています。で、放射性セシウムの水系の大きな流出が生じたところというのは、森林からそれだけのことではなくて、土壌に覆われていない一部の市街地から生じたということが、明らかにできたというふうに思います。なお、この流出というのは、2011年3月から、1ヶ月、2ヶ月程度のですね、ちょうどに生じたというふうに言っていいと思います。この研究は、当研究室の学生と一緒に研究したのですし、取り上げた方々の努力にいただいたものであります。以上です。